1991年の横浜太陽ホエールズでは、1991年の横浜太陽ホエールズにおける動向をまとめる。1991年の横浜太陽ホエールズは、須藤豊監督の2年目のシーズンである。須藤監督の1年目を7年ぶりの A クラスとなる3位で、終えたチームは、現役メジャーリーガーロバートレイノルズを獲得して、打線を強化し、 ジムパチョレックとの3番4番コンビを形成。シーズン前は31年ぶりの優勝が期待された。4月を18年ぶりの首位で終えると、6月前半までは A クラス争いに加わった。しかし故障者の続出もあり、徐々にチーム成績が下降8月以降は巻き返し前年と同じ64勝を挙げたものの、ヤクルトと巨人の3位争いに割って入れず、 借金にながら優勝の広島に10ゲームつけられ5位に転落した。投手陣は前年11勝の野村博がこの年もローテを守ってチームトップの15勝を挙げ、それまで中継ぎで活躍の岡本徹が11勝、大門和彦が6勝ながら防御率3点台に入るなどまずまずの活躍を見せ、リリーフでは衰え始めた遠藤和彦に代わってこの年から佐々木和弘が、 守護神となり、中継ぎで、森田美雪姫が対等するなど明るい話題が続出し、チーム防御率は3.74のリーグ4位。打撃陣は、前年首位打者のパチョレックが4年連続打率3割、レイノルズが、チームトップの15本塁打、高木豊が、333でチーム首位打者になったものの、チーム本塁打が、両リーグ最小の66本と頻打にあええだ。オフには、 主力投手の中山弘明が幼児への強制わいせつ、事件を起こして逮捕され、9回に衝撃が走った。ありがとうございます。